ケージのままの顔だよ。そうですね、これ作らなくても多分、もう黙って撮ればこうなるもん。はい、でもそれは小沢さんとかもそうじゃないですか。こんな顔しなくていいよ ねもういやそれはもうひでちゃんもそうっすよ。いや俺は結構作ってる。はぁ、あ、頑張ってよく言いますよ。俺も頑張って。いやもう俺ちょっと前にコンフリクトを見てきましたから。ひでちゃん、ちゃんそのままじゃんと思って見てましたから。そのままじゃないよ、あなたに言われたくない。これってやばいやばいよ。いや俺ショックだったことが一つある。何何何小沢さんという仕事をした時に朝駐車場で小沢さんと一緒になって、ね、小沢さんに小沢の兄おはようございますって言ったら、浩司お前朝からなんでそんな怖い顔してるんだって言われて。小沢さんには言われたくねえですけどってはって言って、いやいや、ね、朝だから爽やかに俺は挨拶したつもりだし、うん、あの怖い顔って小沢さんにだけは言われたくないですそうだよ、ね、はい、失礼だよね。だって奥様と息子さんとかはずっとそれずっと朝からその怖い顔見てるの。朝起きたその発言も失礼だと思いますけど、だいぶ怖い顔って言っちゃってる。朝起きたら的場浩司がいたら何も怖くないから、もうどんなやつに睨まれてもいやいやうちの後ろが怖いからってなるの。って言っちゃった。そうだよね、奥さんとかさ。俺そんな顔自分では怖いと思ってないんですよ。いやかっこいいよ、かっこいいけど目が怖い。本当ですか。鋭いんですね、うん、やっぱこう鋭いんだよ。でも垂れ目っすよ。かわいい、今はかわいいよ、かわいい、今はかわいいの。真面目になる時は怖い。あのドッキリでさ、あの警察かなんかに捕まったやつ見てて、はい、俺も爆笑だったもん。こんな顔で警察にいるのと思って。いやだってあいつらおかしかったですもん。怒ってるもんね、あれもほぼ、はい、怒ってました。でも冷静に対処するんだね。いやもうやっぱり家族がいるから、はい、あそれがよぎって冷静になろう。冷静じゃなきゃダメなんですよね。冷静を超えたら負けなんですよ。もう男っぽいだろ。すごいですね、こうやっていろいろねやってる的場さんですけども、はい、なんか今も撮影中なんだよね。あ、終わりました、終わりました、終わった、はい、ちょっと前に終わりました、おかげさまで。何か新作ですか、それは。そうですね、もう新しいゼロから始まった、ちょっと今までにない、おちょっとすごい作品になるんじゃないのかなって自分では期待してます。へー、聞いても大丈夫なの、それは。どんなどんな、ですね、薬剤が一応アウトローものは、まあ、薬剤がジャンルにしたら薬剤がだと思うんですけど、ちょっと今までのアウトローものの中には、うん、なかった風が結構入ってて、あとはこれはもうあとは監督藤原さんなんですけど、うん、映像美と光ですよね、あの、うん、ちょっとアジアチックなヤクザ映画を作りたい、で見た目とか衣装とか含めて今までにないものにしたいっていう、その制作ゼロのゼロから話して、みんなでこういうものをやりたいんだけどっていうんで、じゃあこうした方がいいんじゃないかって意見を出し合ってやれたんですよね。俺めっちゃ楽しかったですもん。すごい笑顔ですもん、満面の笑みだもんね、喋ってる時の笑顔が。舞台はどこですか。一応横浜中華街。中国人の役、自分ですか。テレビ日本人。はい、ただその中華街を舞台にして、その映像的にその中華街もロケで道路使用許可ちゃんと取ってやらせていただいて、ただすげえ映画撮れてると思います。へー、これはちょっとね、自分でもロケやっててこんな絵撮るの本当だったら丸1日かかるぜっていうのを、うん、ミラクルで撮れたん、はい、もうまだ見てないからあれなんですけど、もうすっごい見たいですもん。へー、楽しみだね、めっちゃ楽しみです。もうキャストも本当ちょっと今までアウトローモンに出てなかった人間がかなり出てるんで、出てほしいよね、でもいろんな人が、はい、うん、そういうきっかけにして、はい、ちょっと楽しみに、ぜひそれは、はい、それはね、それはまたお願いします。はい、これ
まだまだ先なんですもんね、リリースは。リリースは取ったばっかりですもんね。まだそうですね、おそらく、まあ、状況によってなんですけど、おそらく映画館でかけて、はい、ライツキブさんかなんかのホームページでこう出るような感じ、出ると思います、ね、楽しみにしてもらわないとですね、はい、もうちょっと待ってください、情報解禁をお待ちください。機嫌が良くなったところでちょ雑メガネ止めるアニーがかわいそうに、はい、これ質問コーナー押す、はい、ここに入っていることは絶対答えていただけなきゃいけない。質問誰が考えたんですか。私は考えてません本当ですか、はい、人のせいにしようとしません。これはライツキブさんがおさっき、茶をあげて考えて、わかりました。ちょっと意地悪な質問もあるかもしれませんけど、まあ、大体そうですよね、はい、大体意地悪だと思って、大体意地悪かな。1枚でいいんですよね、まずはとりあえずライトなところから。あ、ちょっとかしまっていいですか。あ、かしまって、はい、ちゃんと書いてあること言ってください。もちろんもちろんもちろん。あ、2枚あるね。あ、じゃあ下の方で。あ、これが、それはライトですね。まずライトの方からいきましょう。おす、大好きな漫画は。漫画、はい、読まれるんですか。いや、漫画はゴルゴ13全巻持ってます、はい、すごい斉藤孝夫ゴルゴ13好きです。ゴルゴ13、はい、じゃあもう大好きな漫画はもうゴルゴ13。ゴルゴ13とコチカメは全巻持ってます、はい、いいですね、はい、こっちはちょっと短めにお願いしたいんですよこの質問をするとですね、はい、大体の人が長くなるんですよ。確かにそうですね、はい、うん、長くなるよね。長くなりますね。特に俺なんかめっちゃ長くなるもんね。そうでした役者とは、役者とは、はい、短くですもんねその方がありがたい。いや、まあだから僕が役者になってて喜びを感じるのはやっぱりその見てくださる方がその日常からちょっと離れた感覚でその時間を楽しんでもらえれば役者としての本分は果たしてるかなって思います。100点です。今のあんま面白くなかったんで。え、いや面白くない。いやいや、短くしろってだって。だから面白くないや。今の完璧な答えでしたもんね。ヒデちゃんが短くって言うから短く答えたんですけどじゃあこれで。あ、それし聞きたいですね。まずこれ、これがあるのかどうか。これだけになっちゃいそうだな。まあ、あるよ、それ人間だもん。いや、なんかそんなイメージがやっぱないんですよ。じゃあそういう悪い意味、じゃあ悪い意味ごめんなさい。人生でもし本気で泣いた経験だ。泣いた、あまり泣かなそうな、なんかイメージ。そうだね、イメージは、はい、いや結構もう涙なんかまるっきり流さない、はい、冷酷な、はい、そんなイメージだってことを彼女は言ってます。ちょっと待って、なるほど。違う若い人の意見だもんね。中山さんはそうやって僕のことをいじってくれるんです違うんです。毎回座って見てますね。そういうなんか、なんか泣くっていうイメージが、的場浩司が泣くなんて、うん、多分世の中の人もあんまり相談、想像しないと思う。いや、しょっちゅう泣いてる気がします。結構涙もろいってことですか。テレビ見て泣きます感動もののとか、はい、はい、テレビ見て泣くし、あとは人の優しさに触れた時泣くし。それリアルにですか。はい、はあ、ニュース見て泣くし。ニュース、はい、ニュースで悲しいニュースとか見ちゃうと泣いちゃうし。僕は小沢仁志がワンピースの読みながら泣いてるの見たことあります。ああ、だから、感受性豊か、なんか深く入り込んじゃう。これは悲しかったっていうのは何ですか。これはやばかった、杉良太郎さんが、まあ、僕が唯一親分って呼んでる人間なんですけど、ちょっと僕数年前に古傷が悪化しまして手術したんですよね、うん、で手術終わった次の日ぐらいかな、
携帯に親分から電話が入ってて、で手術すること言ってなかったんですよ。誰も言わないで手術するんで、で退院する前日に5日ぐらい経ってからですかね、5日ぐらい経ってから返信電話したんですよね。でそしたらその時に親分が、お前俺が電話してこんなに長い期間かけてこないってことは何かあったんだろう、でそっから話が始まって、で実はこれこれこうで、あのちょっと手術してたんです、で入院してるんですまだって言ったら、なんでお前俺に言わねえんだっておっしゃってくれて、でいや自分の体のことで親分の手を煩わしたくなかったんで、あの連絡しませんでした、すいませんでしたって言ったら、親分が俺がてめえのことで煩わしなんて思うことあるわけねえだろうがって言われて、それがズコーンって刺さって、電話切った後一人でしくしく泣いてました。それはいい話。愛に触れるとすごい愛ですね。いやもう嬉しかったし、もう本当に杉良太郎さんっていう人間と出会えてよかったなって思った瞬間でした、ね、何年ぐらい、結構前、ドンを打った男じゃない、そのあくびょうの時にこうちゃんがこう一生懸命刀木刀を振って練習してる姿を見て、なんでそんな練習してんのって言ったら、杉さんのところで何か教わっていて、舞台かなんかあるとか、なんか、いやそうですね、そんなようなこと言ってない気がする。親分に刀いろいろ教わって、でいろいろ役者としての考え方っていうのを、僕浅野敦子さんと、まあ、あとは杉良太郎さんですかね、から役者としての考え方とか、その芝居に向き合うもの、こういう向き合い方っていうのを見て学んで、でその時に刀を持って、例えば侍で刀を持って歩くだけで1年かかるぞって言われて、でどうすればいいんですかって質問したら、1年中刀持ってりゃいいんだよ、だまあ刀だと捕まっちゃうんで、僕と1年以上ずっと旗目離さず持ってて、で寝る時も僕と持って抱いて寝ろって言われて、でなんでだ、なんでですかって聞いたら、ね、そういう寝てる寝込みを襲われたシーンの時にどうやって動くかとかっていうのを持って寝てりゃ自分で分かるだろう、で自然と体に入っていくだろうって言われて、そういうのを指示されて、普通の人が聞いたら、的場浩司が木刀を持って歩いてるって、これはもうそんなに怖いことはないわけですよ。もうこんなにね、すごいいい話だったのにすごい悪い方に変えますね。なんかこんなに怖いことないなって今ちょっと瞬間。いやでも稽古をずっとやってたんで、もうそのでもうまいよね。いやそれはうまいっていうか、やっぱり馴染んだんですかね。披露してる場所、現場とかってこうもっとあるといいのになって。刀はでも映画とかじゃなく、なんか今映画もそのラストサムライとかさ、はい、そういうなんかすごい映画で披露できるんじゃないかなと思って。舞台ではでもこの間一人で若者4人相手に一気に110手ぐらい一気にやりましたね。若者相手に、はい、もうまだピンピンの20代30代の若いやつら4人5人か相手に一人で全員叩き切りましたね。結構鍛えたりしてます。役によってですね、あの役によってはゴリラみたいな体作る時もありますし、全然そんなにあんまり太い筋肉つける必要ないっていう時にはあんまりやらない、チューブやるぐらい、チューブと懸垂とかやるぐらいで、あとはこれダメだったら切ってください、うん、僕もウォーキングがすごく好きなんで、ひでちゃんと同じで、はい、時間さえありゃとこ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 ずっと歩いてます。あダメだったんです。何がダメなんですか。ね、歩いてることを内緒にしてるかもしれないじゃないですか。あーなるほど。ああ全然全然僕も公開してます、ね。もう SNS でしょっちゅうウォーキング中って上がってます、ね。ウォーキングはいいっすよね。ウォーキング最高ですね。いろんな発見があるから。そうなんですよね。ね、はい。すごい生き生きした。ね、はい。俺一番感動したのは地面から生えてる花。あ、一輪だけ。いや、わかりますわ。じーっと見てた俺。
いや、わかります、わかります。すげーなーって、生命力とか。いや、ほんとそうなんですよね。鼻もそうだし、あと、じじいだったってこと？あれどうですか、家とか。いや、家なんかもう、ずっと見てる俺。ですよね。写真撮っちゃって、怒られたこともある。人の家ですか？いや、何ですかって。俺も、すげえ素敵な家見つけると。アメリカ町の家だなとかね。もうその家の前もずっと5往復ぐらいするんだよ。不審者じゃないですか。全部こう見ちゃうよね。見ちゃいます。2人とも不審者ですよ。本しっくり使ってんなとか。この大工いい大工だぞとか、ね、家いいっすよ、見ちゃうよね、見ます。じいさんなんだね。いや、じいさんなのかな、好きなんじゃないですか、普通に根本的に。それってすごく勉強になるというか、こうイメージが膨らむよね。うん、膨らみます。家もそうですし、花もそうですし、あと物考えるのにもちょうどいいし。あ、ちょうどいいですね。はい、いろんなこと考えて歩いてます。で、僕も1時間ちょっとぐらい歩くんですけど、オス最高だよね。最高です、うん、いや、俺もう本当気づくと1万5000歩とか6000歩とか。あ、すごい。なんか考えて歩いてると忘れちゃう、わかんないよね。はい、ずいぶん歩いてたねとかね。あの、遭難しかかったりしないですか。遭難は今までないけど迷子はあるよ。どこに、迷子っていう。俺去年遭難しかかったんですよ。ウォーキングしてて、はい、夏場で山歩いてたの。いや、町なんですけど、うん、町でもうどこだか分かんないところに出ちゃって、家の方向すら分かんなくなって、カメさんに電話して助けてくれと。助けてくれで、もう目の前クラクラしてると。あ、歩きすぎて、うん、でジュースか飲み物買って飲みなよって言われるんですけど、歩くとき基本一銭も持ってないんで。ああ、なるほど。いや、何もないんだよ。で、携帯もガラケーだから地図とかも見れないし。そうなんですよ。見れないんだ。はい、今じゃ、ね、GPS とかもないから。GPS で見れるけど。何にもないですよ。そこから何が見える？家が見えるって言ったらバカかって言われて。そっか。はい、そこからも家に戻るのに2時間ぐらいかかりました。もうそろそろさ、もうあのスマホにしたら、ウォーキングアプリで、はい、いろんなこの体の調子とかも出るし、はい、ヘルスケアみたいなのありますもんね。あるから。アプリ でも携帯も何歩歩いたかだけは出るんですよ。歩数計はついてる、ね。そんなに必要としてないんだよね、きっと携帯自身を。うん、スマホに変えるほどなんかあのこれぐらいが楽なんだよね。スマホわかんないんですよね。いるいる、いっぱいいるよね、そういう周りにも。そういう人なんかシャ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 、なんか人間ね、的場浩司、なんか面白い。いや、めちゃくちゃ面白かった、意外な一面もいっぱい。ぜひこれからもそういうところも出しつつ、刀も出しつつ、す、うん、新しい風の吹くこうアウトロ映画を制作してもらったらいいなって。いや、もう楽しみです。若い人たちを作って、はい、扱ってね。そうですね、新しいそのスターみたいな、はい、人たちを出してほしいな。やりたいですね。いや、もうひでちゃんとも久しぶりにお願いしたいですよ。あ、もう死ぬ前にぜひお願いします。死ぬ前に、いつ行くかわからない体なので。いや、ウォーキングのドラマでもいいですし。そうですね、チームウォーキングをこう始める、2人でただひたすら歩くっていう、ね、っていう薬剤が。そう、旅番組じゃないんですか。それ何かそういうのがありましたらぜひよろしくお願いします。いやいや、こちらこそよろしくお願いします。今日は本当にどうもありがとうございます。いやいや、最後にこれも、最後にギャラです。最近ね、出来上がったばっかりなんですよ。今回初めて出す。そうなんですよ、ギャラが出来上がりました。ギャラと思うんですけど、うちのこのステッカー押す出来上がったんですよ、この番組の。へえ、はい、おしゃれですね。内秀さんの顔なんですよ、わかります？顔ですね。これ秀ちゃんですか？誰ですか、じゃあ。私です。ちょっと見せてもらっていいですか？これ秀ちゃん。どうしよう、どうしよう。本当？今もうスマホじゃ作れるんですよね、きっと。なんですよ、普段。ちょっと今最近ちょっと色気が出てきて、はい、これちょっと伸ばしてるんです今私これ髪の毛。はい、でもそうするとね、ハゲがこうすっごい、見てください、こう取ってください、ハゲが異様に目立つ。でもそういう役者って昔いたなと思って、それでこう今ちょっと伸ばしてハゲをバカにされようかなと、うん、本当にね、恥ずかしいんですよ。いや、素敵なステッカー、信じられてるみたいな感じ。素敵なステッカーです。ぜひこれいっぱい渡す。ギャラって言って、でもこれはギャラにの代わりにはなりませんからね。ごまかさ
ませんね。一応これがギャラなんですよ。は？すいません。あと日野さんの T シャツあげたじゃないですか。あれもギャラですか？ あ高いんですよ。おいくらぐらいするんですか？5000円ぐらい。5000円もしないから。いや、まあ、あとは僕を好きに使ってください。あ、ありがとうございます。どういうことですか？あの、好きに。いや、もうここの絵八百屋の親父で出てこいとか何でも。そんなこと先輩に言えるわけないじゃないですか。おかまとかね。おかま得意です私。いやいや、先輩にそんなこと言えるわけないじゃないですか。ありがとうございます。すいません。また宣伝が何かありましたらまた来て嬉しいんですよ。あ、もうぜひぜひ。はい、ぜひまた遊びに来てください。私の個人の番組ではないので、いろんな会社が入って作ってる。ありがとうございます。ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございます。本日のゲストは的場浩司さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おっす。下手な絵描きが動き出しやがった。俺はずっとダンボラスためだけに生きてきたんだ。集合かける。見えねえところで何かが動いてる気がする。おめえよ、自分の組み潰されて悔しくねえのかよ。二人で俺はぶっ殺そうぜ。横浜に入れば必ずぶつかる。これで織田が死んでくれりゃ楽なんだけどな。人が集まりゃ中には腐ったやつもいる。だが俺が生きてる限り奴が止まることはない。生きてやがったか、あのクソ野郎。